んこんにちは。千葉市の導きアロマサロンプレメリアの笠野真理です。今日は3月3日おひな祭りの日です。古来から桃の花は魔除けとして使われてきました。また流しびなにあるように、昔は水に流して汚れを払ってきた風習もあったんです。日本に伝わってきてから、いつしか女の子の成長を願ってお祝いをする、そういった習慣が生まれました。女性として生まれてきたことをありのまま肯定し受け入れていますか？今日はそんなあなたにメッセージがあります。皆さんは一口に言って女性らしいというとどんなイメージがあるでしょうか？気が利いたり、またさりげなく優しい気遣いができたり、またそこはかとなく色感があったり、もしくはエレガントなイメージなど、華やかなイメージなど、いろいろあると思います。しかし本当の意味で女性らしさというのは、真の強さというのも必要なんです。例えばシンデレラなど昔からの物語で、ある主人公たちは最初にある困難に出会っていきます。それまではお金持ちのお家に生まれ、お父さんにぬくぬくと育て上げていたかもしれないけれども、お母さんが死んで意地悪なまま母や、そしてお姉さんたちがやってきます。実はその試練とは、女性が男性性へと目覚め、そして真の強さを樹立していくためなんです。ここで私はしっかりと生きる、そして舞踏会に行って王子様に見初められるんだという強い意志を持つからこそ、強い覚悟を持つからこそ、シンデレラを助けてくれる魔法使いのおばあさんや、また慰めてくれるネズミや小鳥などがやってくるんです。あなたが本気で覚悟を決めないと宇宙が味方しないのですね。シンデレラのママ母たちは、女性の醜い部分、ジェラシーなど影の部分を表しています。男性性と女性の中でもネガティブな側面をしっかりと受け止め、それを統合していくと王子様に見初められ、そして世を治めるクイーンとなるのです。強い女性になる、そう決心したからこそ、本当の意味でのロイヤルマリアージュが生まれたのです。ではあなたの男性性を高めるアロマをご紹介したいと思います。まずオレガノ。オレガノはエンパワーメントしていく、そういったオイルです。そしてバジル、分かち合いのオイル。そしてタイム、目的を決めて決断し行動し集中していきます。そしてレモングラス、こちらも男性性のオイルです。目的に向けて集中、リーダーシップを取っていきましょう。私たちは時として困難に出会うことがあります。その時真の強さを試されるのです。こういった男性性を支えるオイルを使うと、あなたの真の強さを引き出してくれます。またこういったオイルは実はレインドロップにも多く使われているんです。肉体の軸、芯を整えるためにも、ハーブのすっきりしたリーフ系の香りをたっぷり使っていきましょう。今月は子宮と地球に優しいレインドロップを皆様に先着6名様ご提供させていただいております。そして今回は
こういった布ナプキンですね。布ナプキンの中から先着順に好きなナプキンを選んでいただくことができます。ぜひお楽しみにしていてください。それでは桃の節句の日なのですが、しっかりと強い軸、男性性も育てていきましょう。それでは今日は素敵なお祝いをしてください。ありがとうございました。